どうもこんにちは、MK です。今回はですね、つい最近500人突破したっていうのもあって、ちょっとやりたい企画をやろうかなと思って、今回この企画をやっていきたいと思います。質問コーナーをやっていきたいと思います。やってき、来なかったのは、シンプルに質問コーナーしても多分誰も質問くれないんじゃないかなってちょっと思ってて。で、今は TikTok やったりとか、インスタだったりとか、いろんな方にいろんな感じでフォロワーさんが増えていって、で、ある程度人が増えてきたし、ちょっと質問コーナーとかやったら、どれぐらい質問来るかなと思ってたら、結構たくさんの質問が来てて、その中からちょっと、一部抜粋して、ちょっと今回質問コーナーをやっていこうかなって思ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。質問コーナーに参りたいと思います。では一つ目。マジックを始めたきっかけを教えてほしいです。ってきました。はい。マジックを始めたきっかけは、そうですね。僕もともと野球部に入ったんですよ。で、野球部入ってて、腰を、怪我してしまったんですよね。で、その間ちょっと1ヶ月間ぐらいちょっと動けなくなって、多少は動けるんですけど、ちょっと本気で野球ができるかって言ったら、できないぐらいの、腰の、病気というか、怪我しちゃったんですよね。で、そんな中暇だったんで、何しようかなと思った時に、たまたま YouTube で、そのマジック、マリックさんとか、たまにその動画が上がってたりとか、テレビの動画とかが、無断転載なんですけど、上がってるんですけど、それを見て、おぉ、これ面白いなぁと。俺もやりてぇなって、ずっと小学校から、テレビ見てたから、そういうのにはちょっと憧れたなっていうので、マジック、YouTube でも、種あるし、やってみようかとか。で、それで本格的にマジックをいろいろと、マジックショップ行ったりとかして、勉強したって感じですね。なので結構、やっぱテレビでやってるのを見たっていうのもあるし、やっぱ YouTube、その怪我したからっていうのもあって、やっぱその、一つの、今まで野球しかやってこなかった人間がまさかのマジックに出会えるっていうのは、ちょっと面白いなって、やっぱ今でも思いますし、今こういう風にいろんな人にね、見てもらえるのってめちゃくちゃ思ってなかったので、結構嬉しいですねっていう感じで、きっかけはそんな感じでございます。好きなマジシャンは誰ですか？おー。よくこれありますもんね、質問で。好きなマジシャンって誰かっていうとね、誰だろう。結構ね、いろんな人好きで、それこそ、最初の頃に好きになったの誰だろう。やっぱ YouTube でも動画上がりますけど、前田智弘さんとか、最初見てたりと。確かリアルタイムでもね、前田さんの、アンビシャスカード見てて、何これ？なんかダイソーの売っている、上に上がってくるマジックと違うやん、みたいな。感じになってて、結構面白かったですけどね。とか、あと、そうですね。それこそ YouTube で、確か東京マジックカーニバルっていう、あったんですけど、そこでアルさんっていう、めちゃくちゃテクニックがすごい、マジシャンの方がいるんですけど、その方がすごい好きで。っていうので結構アルさんはすごい好きですね。あと、高橋匠海さんですね。マジックやってた時にちょっと停滞した時があって、あんまり学ぶのが、どのマジックやりたいかわかんないんだよな、ってなった時に、たくみさんが、BS のテレビに出てて、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。マジでこのマジシャンかっけーってなって、そっからいろいろとアイディアが浮かぶようになったっていうのなので、結構たくみさんを見た時も結構衝撃を受けてましたね。はい。次。何歳からマジックしていたんですか？あ、これそうですね。きっかけに近いんですけど、僕17歳ですね。高校の2年生、ここの10月ぐらいかな。2年生の10月の頃に、さっき怪我をしたっていうのがあって、そこから、マジックがすごい好きになっていったって感じですね。なので17歳からやっておりますと。一番得意なマジック何ですか？一番得意なマジック、でもこれね、結構人によって僕はコインマンとか、イメージされてる方もいれば、カーディションとか思われてる方もいれば。個人的には、僕はカードかなって思ってたら、意外とコインの方がうまいんじゃないみたいなこと言われたりとかするので、何が得意かはわかんないですけど、僕自身から言うと、カードはすごく好きかなって思いますね。マジックに全然関係ない特技や趣味はありますか？特技から言うと、特技はね、走るのがすごい得意だったというか、特技は50メートル走で、最高で6秒09とか、それぐらいの秒数で走ってたかな。結構足が速かったんで、野球でも1番バッターとか言ってましたね。で、趣味ですね。趣味はカラオケとか、あと最近だと YouTube 見たりとか、っていうことが多いので、マジックのやりがい、マジックのやりがいか。やっぱ、
正直マジックってどんだけ練習したとしても、なんか人に見せないと、ほら、なんか不思議さとかが、どこまで伝わってるのかわからないっていうことが多いので、やっぱ人に見せないとマジックって多分楽しくないかなって思ってるんですよね。もちろんその人によってはなんかこのマジックのなんか技法のところが好きとか、そういうのを極めたいっていうふうに思う方もいるので、別にそれほどもなんか一つの楽しみかなと思うんですけど、僕の楽しみはやっぱりなんかマジックは人に見せてなんぼだというか、見せないとやっぱ面白くないと思うんですよね。やっぱ驚いてる顔とか見たい。っていうのもあったし、なんかもしくはもうこういうマジックを人前でやってどういう反応してくれるのかなとか、どういう感じで驚いてくれるのかなっていうのをすごく気になったので、結構僕そっちの方かなと思ってます。次、何かおすすめのトランプのレクチャー DVD ありますか？そうですね、なんかあんまりそのデック紹介とか僕のチャンネルの方でよくやるんですけど、 DVD、 おすすめの DVD ですね、こちらです。見えるかな、ちゃんと。こちらです、アリオスですね。ちょっとちゃんと映ってるかわかんないけど、アリオスっていう DVD で、川端洋平さんって方が作った、まあ、DVD なんですけど、これまあ、4000、5000ぐらいかな、確か。で売られてて、まあ、8種類のマジックのルーティンと、48種類の、まあ、ムーブというか、まあ、技法というか、そういうのがありますと。まあ、2枚組な、まあ、2枚入ってますと。まあ、さっき言った、マジック用と技法用みたいな。分けられてるの結構豪華だなって思います。なのでこれ結構個人的にお勧めですし、結構僕も使うことが多い技法なので結構おすすめです。はい、マジックしてて良かったこと、マジックしてて良かったこと、やっぱり僕もともとこうさっき言った野球部だったんですけど、あんま喋れなかったし、自信持って喋れなかったっすね。なんかそれでまあなんか高校までなんか全然喋れなかったっていうのも、本当仲いい友達としかちょっとしか食べれなかったっていうのもあるので、やっぱりなんかそこでマジックに出会って、でそこでまあマジック見せたら、もうすごいね君マジックできるんだってなって、そこからすごいなんか人と喋るっていうか、まあ人にマジックを見せるのが楽しくなって、でなんか初めてそのマジックしてる時だけすごいなんか心が一瞬開けれるみたいな、なんかその瞬間が出てきて、なんかすごい楽しいんですよね。僕にとってはなんか相手に対して心を開けれるものだったなっていうのが思うので、これしてなかったら多分もっとなんかすごいこんなに喋れることもなかったし、多分普段だったらそんなちょっとしか喋れなくなっちゃうので、本当になんか出会えてよかったなと思ってます。はい、マジック練習するときどんなことを意識してますか？個人的に指の位置とか、なんかたまに指の位置が違うときがある、まあ技法、マジックの記号とかカードとかコインとかなんですけど、なんかこの指の位置をちゃんと正確になんか本人と同じ位置にとりあえずするとか、動かし方を同じにするとかっていうのをめちゃくちゃ意識してやっていくと、すぐに、その、慣れてくるというか、基本的に同じ動きをしないと絶対成功しないなって分かってるので、まあ、そのミリ単位ではないですけど、そこまでちゃんと指の位置とかを、まあ、把握しておくのが、すごい、意識してることかなって思います。普段使いしてるデック、基本的にバイスクルが多いんですけど、まあ、最近この前、まあ、前回ね、動画上げたコパックのスリムラインですね。あれは、普段使いしたいって思ってるので、正直、まあ、なんか、バイスクルから乗り換えたいなってちょっと思っています。まあでも、なんだかんだでバイスクルは強いなってやっぱ思うので、まあ、バイスクルも一応使える、まあ、なんか、ある程度触れるようにして、まあ、コパックに乗り換えれるかなっていう感じですね。YouTube や TikTok などの SNS 活動されていますが、何か今後のビジョンはありますか？これが最後の質問、もんかな、うん、これが最後の質問なんですけど、まあ、個人的には、TikTok、YouTube、SNS 系、まあそうですね、そういう SNS 系のやつは、やっぱり僕の目的というか、まあ一番したいことはやっぱ有名になりたいっていうのがすごくあって、まあ有名になりたいがので炎上系をするとかそういうわけではなくて、やっぱり自分がやりたいこととか、好きなことが優先で有名になりたい。なってて、なんか僕はもともとそのなんかなんだろうな、あんまりその自分に自信が持てなかったりとか、自分が好きなことを見つけるために結構遠回りしたなってちょっと思ってるんですよね。まあそれは遠回りというか、それをしたことによって本当に得られたものが絶対あると思うので、全然そんなことはないとは思ってます。遠回りとかはないんですけど、でもそのなんだろう、好きなことをしたいっていうのが僕の中で、この人生の中ですごく大切なことというか、心が開けることが本当に僕にとっては一番楽しいことだと思うので、
まあそれを押し殺して生きていくのも全然なんかいいのかってなって、もう生きていくためにはなんかちゃんとなんかまあ一般の会社に入ったりとかするのはいいのかなと思うんですけど、やっぱなんかでもその好きなことをやっていくっていうのってやっぱすごい難しいことだし、まあこの世の中どう頑張っていくか難しいなと思うので、でもその中でもなんか僕が好きなことはやっぱり やらないと多分僕がしんどくて、好きなことでないと本当になんだろう損するなってちょっと思ってるんですよ。いつ死ぬかわかんないしね。だからそういう中で考えて、好きなことを好きなことに歩める人、努力して頑張って、でそこから有名になってっていうのを本当したいので、なのでまあこれからもまあYouTube とかそんなにねなんかすごい編集が上手いわけではないのであれなんですけども、でもその中でもまあどんどんスキルアップしていって、なんかみんなに知られるようになって、でこのマジすげえとか、MK すげえっていう風に思えれるようなそんな人になりたいなと思っているので、ちょっと頑張ってね、まあ有名になるため、まあすごいなんかまあそういうまあ自分が好きなことをやっていって、それがまあ皆さんに届いたらいいなと思う。まあそれがすごい今後のビジョンというか、まあこうまあ具体的にこういうことをするっていうのはほぼあんまりないんですけど、でも。そんな僕を好きになってくれたらめちゃくちゃ嬉しいなってちょっと思ってます。はい。まあでもね、これから先いろんなイベントが多分今年はやろうかなって思ってるので、特にすぐ最近なんですけど、マジックマーケットっていうのがあるんですけど、まあ今回春に5月ぐらいかな、5月ぐらい、4月ぐらいに、まあちょっとありまして、そのマジックマーケットに僕もなんか初の作品集を、マジックの作品集を出そうかなと思ってるんで、まあちょっとそれをね、皆さんに届いて、なんか、このマジックすごかったよっていう風に言ってもらえたらめっちゃ嬉しいなと思ってるんで、ちょっとそれに向けて、制作中なので、ぜひぜひ、まあ、見てもらえるとめっちゃ嬉しいです。というわけで、そんな感じで、まあ、そんなこともありつつ、まあ、これからもいろんなイベントだったりとか、YouTube 動画だったりとか、TikTok だったりとか、Instagram いろいろやっていくので、ぜひぜひ、お願いいたします。というわけで、まあ、撮影が2、30分くらいしてるんですけども、そんな感じで、質問、コーナーというわけで、結構濃い話になったのかな、多分カットされるとこもあると思うんですけど、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、以上 MK の質問コーナーでした。次回も楽しみ、バイバイ。高評価よろしく、チャンネル登録よろしく、バイバイ。